本当に大丈夫ですか。すみません、ありがとうございます。はい、最後の曲、もういろこのライブを決めてから日付とか会場とかいろいろ決めてる中でも、なんというか、もう最後に歌う曲は決まってて、一人じゃないでした、最初から。というのも、僕自身が先ほど言ったように、カラオケ大会で優勝して作っていただいた曲、一人じゃないボイスとあるんですけど、まあ、表題としては一人じゃないメインでやって、で、この歌は僕自身まだ学生で、その時この曲ができた時は、で、いろんな、ね、人に支えられてというか、甘えながら活動していた中で、今だっていろいろ甘えてはいると思うんですけど、その中でいろんな人に僕の歌聴いてもらっていいじゃんっていうふうに思ってもらって、応援してくれる人が増えていって、でその中で僕はこの「一人じゃない」という曲がとても大切な曲になってきました。歌詞の内容としては、大切な人が離れてしまって一人じゃないからねっていう、そんな勇気づけるような曲なんですけど、僕にとってはなんていうか、一応ラブソングにはなるんですけど、僕にはラブソングの感じじゃないというか、なんですかね、とっても大切な曲なんですよね。で、この曲、一人じゃないがきっかけになって、先ほど俺がやらなきゃ誰がやるって歌だったんですけど、僕自身学生の時、就職するか歌手になるかって迷った時期があって、その時に背中を押してくれたのが清水エスパルスの村田和也選手でした。お願いだけ誰がやるっていう曲は、僕が村田選手に受けて書いた曲なんですけど、そして、背中を押していただいてからも、いろんな場面で腐りかけた僕を助けてくれたり、熱い人ですし、でも一緒にふざけることもあったりして、すごい、いいお兄ちゃんみたいな、存在です。いつもありがとうございます。そんな村田選手をはじめいろんな人にも支えられて、こうして3年歌うことができて、もう4年目に入っているわけですけど、これからも僕の中でホームは静岡ですし、一応目標としては静岡から全国に行きたいと思ってますけど、ホームは静岡ですし、こうやってまた、ね、またこうやってホールで歌えたら最高ですよね。僕自身またやったら皆さん来ていただけますか。ありがとうございます。一応この僕らのつながりっていうワンマンライブをやるときに、自分が成長できている部分を皆さんに見せたい、そういう思いもあったんですけど、どうですかね、僕なりに成長できている部分、伝えられたのかなと。どうだろう、頑張っていただきます。何か感じていただけたらいいなと思います。僕自身し、いろいろやりたいこともあったり、挑戦して失敗して、その中で何か成功があって、いろんな失敗してるからこそ僕の言葉を聞いてくれる人が増えていくと思ってますの で、ただただお金持ちに生まれて、なんとなく歌手やってる人の言葉より、そういう人の方が響くかなと。ね、例えの話ですよ。だからもっともっと苦労して成長して経験して、皆さんに太田克樹っていう人間を見てもらい、たいなと思います。そして最後にこの歌、一人じゃないという歌を心を込めて歌いたいと思います。皆さんもそれぞれ大変なこと、辛いことあると思いますけれど、一人じゃないですから、こうやって僕も歌ってますし、いろんな人が支え合って、僕らのつながり、みんなつながってるわけですから、辛い時は頼ったりして生きていきましょう。それでは最後聞いてください。一人じゃない。